ジャンナビリーチ、プロ雀士もやっている本格派オンライン麻雀ジャンナビ。前半戦はこれで合ってるのかな、麻雀さん上に出てるのでいいのかな。いや、これは違います。変わりましたか。合ってんのかな。言ったけど、大体、イメージ120、0、マイナス120みたいな、そんな感じですね。そんな感じぐらいですね、はい、対局準備が整ったようですね。マーチャーさんプラマイゼロでしたか。マーチャーさんプラマイゼロぐらいです、はい、まあ、ね、プラス7から1桁のプラスでしたね。プラス7やったと思います、ね、はい、はい、それでは、でもまだまだね、あと3回あるから。マカオさんはそのまま、場所、うん、場所はそのまま、マカオさんはそのままですね、うん、マーチャオさんとタオパイパイさんが入れ替わりました。入れ替わった感じですかね、かな。あ、違うわ、そのままだ、そのまま、全くそのまま、全く一緒、ね、トップ目の人はいいけどね、自分が今現状3位やったら変わりたいですよね、席僕はあんま気にしないですけどね、うん、僕は気にしたらあかんやろ持ち味なくなるやろ、ね、マカオ梅田さんがプラスの113ポイント、マーチャオがプラス7ポイント、タオパイパイさんがマイナス120ポイント、はい、4番の席は気にするけど3番の席はほとんど気にしないですね。え、私気にする気にするよね、しますよね、わかります、すごい、そっち座りたいってなる、ね、うん、席替えしようって、まあ、始まりましたね、はい、4回戦始まりました。ちーちゃがマーチャオさんですね、ドラがパーピン。まあ前半の3回戦はどちらかというとね、ちょっとこう偏ったハイパイとかがなかったんで、あまり大きな高打点の手配っていうのがなかったんですけどね。そうですね、バイマンが本当何回か出ただけでトリプルも出なかったですかね、うん、はい、まあ、今回もハイパイはおとなしそうですが、染めに行きましたね、タオパイさん、はい、ここは軽い、はい、軽い、軽いな、両面三面ちゃん、両面三面ちゃんのイーシャンテンですよ。はい、あ、もう鉄板、いい方入った。イスチーピン待って。これ鉄板でしょ。鉄板でしょ。鉄板ですね。三十面イスチーピンとか、はい。これだったら僕でもリーチします。鉄リーですね。鉄リーです、ね。しかもシャージャーですよ。役に。ほら、こんなサブロスを入れてリーチですよ。リーチしなかったら上がれないですよ。ほら、見て。もうマーチャオさん。いや、タオパイパイさん、ほら、うん、こんなに持ってるサブローソー入れてリーチ、こうイースチーピン1枚も持ってない、うん、さあ、なんなことしか、もう完全にやめてチーソーか、とりあえずな、ほら、イースチーピン1枚持ってない、1枚切れてるだけ、全山、はい、積もりましたね、積もリーズモード、ワドワどうしようもない、はい、満杆ですね、はい、3000、5000、軽いな、まあまあ、軽いですね、打点的には普通に満杆だけど、はい、でもだんだん後が少なくなっていくんでね、うんうん、あ、簡単にこう蹴られちゃうっていうのもね、まあ満貫で蹴られるっていうのも、まあ、3万3人打ち独特なんですけど満貫で蹴られるっていうイメージですか、ね、満貫は蹴られる感じですよね、この満貫はそんな感じです、ね、うん、3000、5000そんな大きくなく感じますもんね、うん、3000、5000はほんまに安い気チェーみたいな感じですよね。でもなんか4万やったらね、マンガンって言ったら大きいですからね、そうそう、うん、なんか嘘で親がタオパイパイさん、親の一番2000は打ちたないですけどね、3までも確かにダメな席で勝つんかっこいいなんか自分がその時でさあ3ピン貫通になって3ピン切り、2ピン切り貫をしようっていう手組ですね、うん、あ、これ数アンコになるんじゃない、うん、数アンコもしくはまあチートイの、うん、チートイのイーシャンテン、はい、これローキューピンがこう固まってるでしょ、ローキューピン入んないんで、うん、結構ここパッソが統一でしょう、はい、まあ、これでもし次なんか1個アンコできたら関数でしょうね、おそらくこれはつむぎり、うん、うん、苦しい、ほらさあこれでチートイのイーシャンテン、あ、テンパイ、テンパイ、あ、ごめんなさい、テンパイ、チートイのテンパイ、じゃあ監視ないですね、もういや、うん、あんこになったらするかな、1個あんこになったらするかも、さあこれでリーチかな、しない、チューンは、ここはチューンがしない、あ、これでもう上がりますね、ますね、うん、ドラドラ、はい、マンガンだ、チートイドアドアでマンガン、軽いね、はい、もうトン3曲になりました、うん、親がマカオさん、あれもう1個持ってきたら監する、
しますね。転売してるけど、いやごめんなさい嘘です、さっきまで待ってました。順々短期でリーチしてました。はい、するよね。いやリーチしました。正直リーチしました。ション完全に根拠ないションパイの自敗短期リーチするかどうかも結構微妙ですよね。あ、根拠とか考えてられないですからね。全然ね、でも上がれそうやし、まあ、上がれなかったらしょうがないっていう、ね、なんかチートいって裏でなんかこう乗りそうやからね、今なんか4枚なりそうやからしちゃう。悪い場所の時ほどなんか根拠をどっかに求めたくなりますけど、マカオさんがね軽くポポンと上がりましたね、うんうん、で前半トップ名のね、はい、マカオさんにしたら非常にいい感じですよね、うんはい、自分の親以外でサクッと先に展望を持っといて、はい、まあ仮にどっかがねすごい調子上がっても、うん、じっとしててもまあ飛ばないっていう感じがありますしね、うんはい、さあこれでタオパイパイさん天杯リーチつもりさんつもりさんこの天杯スーピンパーピン待ちスーピンパーピン2枚かな。スーパーピン2枚ですね。うん、2枚ですね。あと2枚。さあマーチャオさんがなんとか回せそうな手配。そうですね、さあここいいピンピン。トンが出るかどうか、はい、出ない。うん。あでも両面になって、はい、そうですね。三蔵も切りやすいですね。通装統一落としリーチなんで、両蔵よりも三蔵の方が切りやすい。さあマカオさん、トンが切りにくいかな。数層一旦数層ですか。はい。チーピンも安牌ですけど。ペイは通る。三ピンでこれでやめちゃうかな。いや行くんじゃないですか。リャンピン切れてるし同ピンも後でリーチ後に切れてるんで行きますねこの場合は。いや多分全部行くと思いますよ。全部行きますかね。はい。花が2枚、うん、2枚ですね。これちょっと嫌だな。これは急走。さあちょっと行きづらいか、うん、やめましたね、はい、これ引くと大きいけどな。さあ三蔵は多少打ちやすいですがまだ慎重。あ、詰めました。リーズも3個1個乗ったら乗らない、うん、跳ねます。花はもうパイで多分わかんないじゃないですかね。もしゃもしゃもしゃってするんじゃないですか多分、うん、なんだこの灰はってなってイーソーと間違えやん。イーソーと間違えやすい。頬の方はイーソーと間違えやすいんですね。一応頬灰とジャンサク灰があるんですけど、ジャンサク灰の方はちょっとイーピンに近い、真ん中に偏った感じ。はいはい、で触ってこよう。何をしましたね。マッチョさんの親ドラが Q1 です。ジャンサクハイはちょっと真ん中にくちゃっとこう固まってる感じがある。ジャンサクハイはなんじゃこれって感じのハイになりますね。なんじゃこれのハイ。ほうは本当にいい層と間違えやすいです。うん、いい層と間違える。良さそう。赤いマカオさんの手なんかこ面白い。なんかちょっと面白いですね、うん、お一品パーソーパーソーパーソー、うん、チートっぽい。いいピン赤い。これはいいピンでしょ。形なんかいいピンに見えますけど ね、うん、ね受けが一番広い、はい、スーピンがちょっと薄いんで、うん、カンスーピンの天杯は取りたくない、うん、ねカンスーピンの天杯はもう拒否しに行った方が良さそうな感じですね。そうですね。さあマカオさんは国士早く天杯したいな。おヤンシャンテンツか。ハツとキュウソとキュウピン、うん、そうですね。キュウピンが苦しいですね。残り1枚マチャさん、テンパイ、うん、テンパイ、チートのテンパイ。おお、これで関数層結構大きいですね、今の。変えるかな。ウーピンに変えたらない、うん、関数層キュウソキュウピンのイシャンテン関数層も全然ないですよ。これで帰るかな。数層3枚飛んでるから、うんリーチだ、うん、これいい選択でしたね、はい、これ僕多分その前に3ピン打って放銃してますよ。
さあ、追っかけ入りました。追っかけ入った。マーチャオさんがウーピンタンキーですね。じゃないですね。宝珠はない。三層と三品は？三層三品結構いいんじゃないですか。だいぶいいな。白は行くんじゃないですか、これ。三品と三層三山。三山だ。めっちゃいるやん。三対ゼロ。あ、三品がここに来た。二対ゼロ。通りそうな三品なだけに降りたんじゃないですか。うん、まあとりあえず白ですけど、これ降りる場合いっぱいあるんじゃないですか。いや降りてるでしょこれ。もう頭なくなってるんで。もう頭崩してますか。うん、ね、もうやめましたね。撤退。まあさすがにって感じですね。うん。まあ、前も切れるけどって感じ、ね。はい。まあ全部安全牌あるんで。三蔵三品。三蔵があと2枚あるんですよ。展望なかったらね、今のこのマコさんも言ってるかもわかんないですけど、はい、余裕がありますからね。ねえ、惜しい。あと2枚あるの？三蔵三品。2枚。2枚ですよね。うわ、高くなった。積もりたいよな。これ積もったらかなり大きい。ラストか。頑張れ。積もった。高い。メンタン3アン、メンタン積も3アンコ、メンタン積も3アンコ5丁、惜しい、メンタン積も3アンコ5丁、倍満か、はい、惜しい、うん、惜しい、惜しい、惜しいが、うん、これはね、最下位やったタオパイパイさん、面白いですよね、この浮上してきて面白くなりましたね。はい、あとはマーチャオさんがドラがいそう、この、うん、まあ、なんせ1回トップ取ってね、うん、マカオさんは展望持ってるんで、そこを飛ばしに行くのはちょっとあれなんで、はい、まあね、役割転配だったらリーチしなくても良さそうですけど、はい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 、親番ですし、役割の転配が入るかどうかですね。うん、また難しいですね。なんか本人が嫌がってた、うん、チートイツ系の、はい、チートイツ系の4トイツの。お二人は好きなんですか、そういう感じの展開。好きではそんなに好きではないですけど、ただやっぱスピード感がないですよね。うん、でも別に嫌いじゃない。あ、そんな嫌いではないです。私も嫌です、言ってることすっごい分かりました。あーって、どっちにしたらいいんやろうってな。残したチューンうまいこと重ねましたね、うん、このチューン1枚のチューン残して、チーソーとかが先に切ってるんですけど、うんうん、もうで Q1 統一落とし入れて、それで役ができましたね。もうチューンしか上がり目がない感じの、うん、これはチューン残したのが結構ファインプレーじゃないですか。さあ、これカンパーピンを、うん、カンパーピン残して E1 落とし、はい、タメンちゃんにね、ちょっと、はい、赤尾さんはチートいいシャンテン、うん、はい、マーチャオさんもいいシャンテン。さあ、まとまってきましたよ、手配。うん、これはちょっと難しいぞ。リャンゾーじゃないですか。リャンゾー、イーソー、イーソー、まあ、横にしましたね、チューンに頼らずに。もちもちって思ったんですかね。ああ、うまくいきました。うまくいった。さあ、これはカンパーピンの方に取りました。カンパチ良さそうに見えるが、うん、あと2枚。あ、2枚あんの、うん、カンパチ。あ、1枚飛んでるか、1枚、まあ、自分の皮の都合っていう感じですね。まあ、これはそうですね、パチーピン早いんでパーピン打ってくれるかもしれない。そうですね、多分ヤマトだけ戦うんだったら3ピンの方がいいかもしれないですけど、ウーピンでも引いて今のうちにね。これででもマーチャーさん追っかけますよ。これで天敗サブロッソリーチ追っかけました。サブロッソはあと結構いるんじゃないですか。1枚で2枚しかいないんです。2枚、うん、2対1。お、うわー、一発も。いい速図も1、2、3、4、5、6、7、トッパン、トッパン3、トッパン3、トッパン3。うーん、まあ、これタオパイパイさんは若干悔しいですが、まだトップ目だし、ね、マーチャオさん復活したのはそんなに悪いことではないのかな、はい、まあ、タオパイパイさんからしたら悪いですけど。オーラスですね、うん、オーラス、親がマカオさん、ドラガトン、トップは最低条件ですね、はい、マーチャオさん今の大きいですね。
まあ、とにかくここでマカオさんを浮上させないことが他の2人は大事かなと。国士この状況でやるのは結構早いな。これしたくないけどせざるを得ないですもんね、うん、早いね他が、うんうん、あマカオさん早いですね。かなりもう超十分系でしたね今。はい、いいシャンテン。あ頑張って追いついて。いいシャンテン。はい、いいシャンテンですね。国士もいいシャンテンじゃない。え、国士もいいシャンテン。え、シャーペイ。あ、いや、ヤンシャンテンか。まあ、マカオさん、チュンがアンコにならない限りはリーチが必要な手になるんで、そんなに事故は起こらなそうですけど。うん、マーチョーさんもまとまってきたね。はい、マーチョーさんがもうかなりいいシャンテンですね、これ。もうでもいいシャンテンぐらい行ったらもう行きますけどね。はい。タオパイパイさんも。さあ、ここではで、ね、まだまだか。違うな。ああ、もう血についてきました。そこから切った方がいいんじゃないですか。あ、でもまあ。まあ、目立たないようにですかね、まだ。お、え、何これ。まだか。まだですね。まだですね。難しいな、形が。まだテンパイしてないです、ね。加藤さんにお任せしよう。これは加藤さん担当部門。まあ、ピンズの下の方を引いたら何でもテンパイしますね、はい、なるほど。あ、両ピンは分かんのか。両ピン以外ですね。なかなかマカオさんもいいシャンテンからね、テンパイしても。ピースを切った。何引いてもテンパるっていうコメントが。ほんまにでも何引いてもテンパるじゃないですか、本当にこの形だと。あ、そうか。うん、何引いてもテンパイそうですね。リャンパスとサブロー。うん、さあ、もうタオパイパイさん、気持ち悪いな。さすがにもうやめるでしょうね、この辺で。うん、マカオさんもまだテンパイが入らず。でもマカオさんも逆にタオパイパイさんが八王十杯切って嫌なんかな。もうリャンピンなんか引いたローピン完成。あ、三層切れましたね。リーチまで。チーはできないですね。もうなんかもうやめ気味ですね。うん。やっぱマーチャオさん怖いんかな。テンパイが入らないマーチャオさん。ピンズなんでもいいですよね。タッパイパイさんもこれは本当にどうは絶対事故りたくないっていう手配なん で、うんうん、で慎重に。今頃三ピン。あ。さあ、テンパイですが、これはもう3ピンしかないかな。これ分かりやすい、うん、え、すごい、リーチするんやん。3ピン以外の取り方もできたのかな、今のは。カンウピンが多分できますね。カンウピンできると思います。カンウピンができますね。リャンピン切ったらカンウピン、うん、うわー、ちょっと待って、うわー、いやー、即うわー、ライオン、裏子か、裏子、もう数えるまでもないですね、これ。はい、なんですか。裏5、7枚オール。イケメンやりよったな。数え、ヤクマンの7枚オールです、ね、7枚。3万5000かける2 7万点。いやいやこれね、出ましたね、とんでもないのが。男気リーチやわ、ほんま。あれ、今の加藤さんリーチしました。リーチじゃないですか。もうなんか今更っていう感じですし、ガンガンに警戒されてて。私逆にリーチ出えんかったかもしれない。ハマにしても出るかっていうと出ないですね、こんな。なるほど。まあ3品に受けるか、ウーピンに受けるかっていうところも。一発かな。一発なら8枚。あ、じゃあ8枚や、うん、一発でした。一発と薬満と札号か、うん、いや大きいの出ましたね。はい。うん。いやあ、何点の上がりですか今の。なんか10万点ぐらいの上がりになったんじゃないですか。もっとか。もうなんかトップとかまで含めて20万点分ぐらいの上がりですよ多分。チップだけで、ね、8万点上がり分で3万2000点で着順とか考えると。うん、まあ、